自己紹介をいたします。村上隆、日本のアーティスト、現代美術作家です。もうデビューして30年ぐらいになりますかね。随分長くやってます。ペリエについてどんなイメージや思い出がありますかっていうことなんですけど、人生の初デートで、レストランに入っていろんなものをオーダーしてた時に、ちょっとかっこつけて、これくださいっていうふうな話をしたら、なんかお酒のようなものが出てきてしまった気がして、しまったと思ったんですけれども、シュワシュワの水だったっていう、そういった記憶がありますが、そうですね、ずっとそれから安飲しております。ペリエからの限定コラボの招待があった時、どのようなリアクションをしましたか。正直そのあまりイメージ湧かなかったんですよね。だけどいろいろ僕の知り合いのデザイナーやら、アーティストたちがいろいろこういう飲料水だったりとかアルコールのコラボレーションやってて、僕はあんまりそういうの、縁がないのかなと思ったんですけど、ご縁いただいて、そういうお友達のを見てるときに、自分だったらこういうふうにやろうかなと思ってたイメージがあったので、スッと入っていけてよかったです。そうですね、これ、記憶に残ってるもの、そうですね、僕的には多分いろんなところで見てるんでしょうけれども、この画集を見る限りではこれっていうのがないですけど、やっぱりこうウォーホールとかコラボレーションの天才なので、どっかで見たことはあります。今回、ピリエさんとの対話の中で選んでくださった僕のキャラクターは、カイカイとキキ、僕 の、 会社の名前にもなっているカイカイとキキとお花なんですけれども、言ってみれば可愛らしい、日本のなんていうんですかね、戦後の可愛らしいキャラクターのスタイルの、カイカイとキキちゃんと、お花、僕の一番、代表的なキャラクターを使っていただいて、それをこう一番こうフランスで有名な、炭酸水にくっつけるということで、芸術の国の中でのこうマリアージュで、とても何ですかね、誇りを持って、やらせていただいた仕事です。フォームをいろいろ書いたりしながらですけれども、基本的に僕らの、そのお花のデザインというのは括弧としたこう比率がありまして、それをこうなんていうんですかね、瓶の歪みとかでちょっと歪んだりするのも意外とこう補正するのが上手にいかなかったり、長い期間結構やり取りして、でやっとこうピシッとはまったんで、そのフォーマットと現場をこ うまくすり合わせるのが大変だったプロジェクトだった気がしますね。で、なんていうんですかね、具現化したというか、現在ある形になるまではなんやかんやで半年以上やり取りさせてもらいました。本当に、やり取りしなかった週がないぐらいやって、仕事量としてはめちゃくちゃ多い仕事量でしたね。僕は本当に宮崎駿さんのアニメーションを、宮崎駿さんが監督になった頃に高校生だったので、言ってみれば第一世代だと思うんですが、日本のアニメーションがこうそれまでアメリカだったり外国のアニメーションに追従してたのから一枚向けたところでこうアニメを見たり聞いたりできた世代なので、非常にそのなんていうんですかね、僕自身の文化であるっていう気持ちが強いんですよね。
今回の開花機器のペリエのプロモーションアニメーションに関しましては、本国の方で作って、本国っていうのはペリエの本国の方で作っていただいて、それを僕が監修する形でやったんですけれども、とっても可愛らしく、動かしてもらって感謝しました。そうですね、正直、この歴史のペリエとのその歴史本本を見ますとですね、日本人アーティストとやったことがないんじゃないかな、なんかアジアのムードっていうのも一回もないような気がするんですよね。なので、初めて、そういったアジアのアーティストと、アジアの文化っていうのとペリエの世界観っていうのが合体して、とってもユニークなものだったと思うので、その意味で、なんか新しいんじゃないかな、東洋と西洋の合体みたいな、そういうもの世界ができたんじゃないかなと思います。